はい、どうもアクルです。今回はこちらの新居に置いております新赤原ケージ、こちらの方を植物を植える前の段階までレイアウトしていきたいと思います。ではね、早速やっていくんですが、まず使う素材、軽く紹介したいと思います。このようにレイアウト素材一応集めました。左側から砂と石、そしてモデリングソイル、そして右側に流木とコルク、あとは底上げ用に軽石を使っていこうと思います。この中に入れて底上げします。ではレイアウトしていきます。はい、ということでケージ内に軽石を入れてみました。このようにね、これで底上げができますね。では次に砂を入れていこうと思います。よし、一応転生を敷いて石をね、だいたいレイアウトしてこんな感じでやっていこうかなと思います。では次にね、側面とかにモデリングソイルを貼り付けたり、あとコルクいるかな、あと流木も少しずつ使いながら様子見て、やっていこうと思います。はい、ということでですね、モデリングソイル貼り終えました。本当はこっちまで全面、右側面は全部覆う予定だったんですが、ちょっとね、この下にもう水が直で来るんですよ。だいたい水位がこんくらいかな。で、ここにモデリングソイルとなってくると、もしかしたらこれが崩れて落ちた時にもう水の中が泥だらけになると、そういう意味でもちょっと危ないなということで、この中途半端なんですが、この位置でちょっとやめておきました。そして下にある流木なんですが、ちょっと格好は悪いんですが、あれでモデリングソイルが崩れ落ちないようにすっかえ棒みたいな感じで無理やり押し込みました、あそこに。そして左側はこうと、このような感じになってます。ちょっと近くで見ていきます。正面から見ていくとこんな感じでですね、なってます。左右に大きめの石を置いて、その中央に水が流れる予定なんですけど、ちょっと流木は邪魔。この上の塩ビパイプから水が入って、でこのエピウェブにハイグロロンが巻いてある、ここから水が染み出て若干石を流れるっていうようなイメージなんですが、うまくいくかわかんないですね、実際水を流してみないとっていう感じです。そしてモデリングソイルをいつも通り貼り付けております。そして塩ビパイプとか、あとはこの黒の塩ビ板ですね、これを隠すような形でモデリングソイルを貼り付けています。はい、水位としてはどんくらい入れようかな。こっちの左の石が
からないくらいかな。3分の2くらいは入れようかなと水を思ってます。なので陸地も十分で、かつ水の中も十分あるよというような感じで組んでみました。赤原を入れるのでね。よし、一旦はこれでいくんですが、もしかしたらねちょこちょこと付け加えたりするかもしれません。はいはい、ということで今回は新赤原ケージの植物を植える前の段階までレイアウトしていきました。手錠を入れて、石を入れて、モデリングソイルを貼り付けるというような感じでやってきました。今見た感じはそんなにどうなんだろうっていう感じなんですが、植物を植えたらまあいいじゃんってなることを期待してます自分でっていう感じでですね、はい、やっていきます。まあ、あとは水を回して、フィルター回して、本当にあのエピウェブの筒パイプから水が出てくれるのかどうかとか、そこら辺も気にはなるんですが、まあこれでぶっつけ本番ということでやっていきます。はい、ということでこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。